素晴らしい旅に誘っていただき、ありがとうございますわ。この素晴らしい衣装で、ゆっくりと優雅に、獣王のティータイムを楽しみませんこと？メイド隊の紅茶でもいいですが、今日は獣王のグリーンティーをいかがでしょう。バラの模様にロイヤル風のお飾りまで。まあ、なんと素晴らしい。この加賀友禅を作ってくださった方には感謝しかありませんわ。東茶屋街。まあ、つまりティールームの街ですわね。獣王の風情がたっぷり楽しめるスポット。ぜひ一度行ってみたいですわ。抹茶とお湯を入れて、この茶筅でかき混ぜる。獣王のお茶の楽しみ方、奥深いですわね。指揮官様、コメットちゃんたちのライブの参考に写真を撮りませんこと？せっかくの旅ですもの、お土産だけではなく、皆さんの役に立てるようなこともたくさんしてあげた方がいいですわ。指揮官様、この立て方はいかがですか？指揮官様、入れたてのほうじ茶でもいかがでしょうか？この優雅な香りを楽しみながらゆっくりしませんこと？穏やかな風、心落ち着く香り、優雅な勝利でしたわ。涼しき秋にウリやナスを美味しくいただきましょう。まあ、爽やかな風景ですこと。指揮官様、悩みを忘れてどうか二人の旅を、ええ、楽しんでいきましょう。二人で旅に出ようと言われた時は何事かと思ったが、まあ、おかげで物見遊山できているし、それに素晴らしき衣装に袖を通すこともできた。指揮官、ここは思いっきり楽しむとしよう。古き良き街も指揮官と一緒だと別の風情を感じるな。どれ、道案内を頼むぞ。他の子と比べて地と違う色合いだが、
これはこれで我に似合っていると。お主、口がだんだん達者になってきていないか。なるほど、これが見返り美人というわけか。しかしお主に言われるとなんだか恥ずかしいな。旅は道連れとはよく言ったものだ。お主も我と一緒の旅を楽しんでくれているとよいのだが。そう来なくっちゃな。ふむふむ、名山名所だけでなく寺社定跡もこれほどあるとは。一度に回るのは無理だな。こういう場合は確かリピートと言うんだったか。ん？もしやこの着物の話が聞きたいのか。どれ、ではここで一つ三笠大先輩の観光講座でも始めようか。こら、帯に触れるでない。ふぅ、ヒヤッとしたぞ。任務の計画はお主が、旅行の計画は我が立てるとしよう。このタブレットは、どう使えばよいのだ。任務完了したか。我もこのスポットの点検が終わったところだ。足を止め、お主が守ってきた平和を楽しもう。激戦の合間にしばし休息を取るのも指揮官の責務だぞ。委託組が帰還したのか。あの子たちへの土産も忘れるでないぞ。戦艦ミカサ、いざ行かん。まさかこの衣装を受け取るためにお前と旅をするとはな。母校や姉様のことは気になるが、お前の言う通り少しの間ゆっくりとするか。支度は済んだか。今日の執務を始めるとしよう。この加賀友禅にも職人の努力が輝いている。それこそ人々がロマンと呼んでいるものだと思わないか。あの兼六園の桜もまた絶景だ。特にかの菊桜、見て惚れぬものなどいるはずもなかろう。尻尾のことは心配しなくていい。これほど素晴らしい匠の傑作を無下にするほど風情のわからぬものではないぞ。金平糖に金沢の上生菓子、よし、これで竜城や小さい子たちも喜ぶな。土産はこれでいいか。やってみるか。肌触りが気になるか。今は花を眺めて心を休ませよう。
すべてお前が努力で勝ち取ったものだ。手短に片付けてやる。こうしてお前と旅をしていると、なんだか気分が落ち着くな。本能を抑えているのではなく、自然と調和しているこの風景に、私という存在が溶け込んでいるようだ。ああ、この風景を、お前に見せたかったのだ。様、ああして、ああ、もう子供っぽいですかと。素敵な衣装をいただけただけでなく、いつもと違う指揮官様も見れて本当に幸運ですわ。指揮官様、もう一個いかがですか？はい。あしばし休みましょう。焦らずとも、指揮官様の旅はまだまだ続くのですから。ええ、赤城にとって、それはとっても嬉しいこと。指揮官様、次はどこに向かわれます？できるだけ遠くて、指揮官様と長く旅できる場所が望ましいですわ。赤城のために仕立てていただいた素晴らしい衣装、一生の宝物と言わず何と言いましょう。指揮官様、改めて感謝申し上げますわ。自然と街を巡って美しき風景を楽しむ。風情ある旅ですこと。指揮官様、赤城との旅を楽しめていますか？赤城に食べさせてくださるのですか？はい。あーん。宿までもう少しの辛抱ですわ、指揮官様。指揮官様、どうなさいましたか？お手紙ね。指揮官
様と赤城の関係を羨ましがる子からのものかしら。指揮官様、お茶はいかがですか？もちろん、赤城が持参したものです。ええ、熱いうちにお飲みになってくださいませ。委託組が帰還した知らせね。ええ、出迎えは赤城が手配します。指揮官様のお手を煩わせるわけには参りませんわ。指揮官様の視界に入ることすら許しませんわ。指揮官様、今日の宿が取れましたわ。ゆかりある古き町、美味しい食事、そして疲れを癒す人。もちろん部屋は赤城と指揮官様、二人っきりですわ。